はい、こんにちは、ナウンディーネです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズ上です。というわけで、はい、ウンディーネがやっとね、はい、受信化しましたんで、アブロもちょうど、今日ね、受信化していいね、6時にこれ来てますんで、艦隊で早速、あ、でもこれもう、ネタバレあるんで、あれ行かないかな。普通にカンカン行った方がいいかもしれません。評価、あ、そうか、評価があるか。次やってみたけど、はい、まあ、とりあえずね、ありましたけど。で、まあ、まず行ってみましょう。アビリティ、アンチウィンドのゲージアンチワープ。で、SS で、ランダと、反撃モードですね。で、これがまあ12ターンとプラス8ターン、で出ます。で、友情がまあ6コマ目 EL。で、サブに調教評価ついてますと。はい、で、ラックスキルはシールド。はい。うん。遊撃以上だったら、このボール落とせそうですね。あ、マジ？はい。今全然、てか落ちた、ボール落ちた、もうすでに。いや、まだ落ちない、右の子です。おう。で、まあ結構ね、僕も今日ね、俺遅めにね、2人ともちょっと取ってるんですけど、うん、神殿とかやっぱね、何回か回って思ったけど、教会がやっぱ ね強いなって結構思ったかな。遊撃ついてて30万超えるんで、うん、34万から時計で、あ、時計ですね、それ、うん、あ、30、普通に遊撃でも30万超えますね。え、通常は27万8000ぐらい、はいはい、で、まあ、それにプラスね、ワンウェイレーザー、うん、EL もね、3万4000の大型威力のものがついてるんで、うん、友情はやっぱね、とんでもないなって結構思ったね。教会でガザフ落とせるのやばいっすね。うん、でもやっぱ下打ちあるじゃないですか。ある、まあ、そこだけですよね。そこだけ、でも今入らない。そう、今のだって32万、あ、 UL じゃないと落とせないのかな。今誰に当たってたのちょっと分かんなかったけど、それでも棒持ってってるからね。棒持ってってるでしょ。これ今終わった、終わりました。レーザーだけで終わりました。どういうこと、普通そんなことある、強えな。ちょっとね、あ、ここちょっとあれか。でもそれ強いよね、それ強いよね。もうおかしいっすね、これちょっと。この組み合わせ結構ねいいね、うん、強いって思えるし、で、反撃モードもね、あの、ランダしてから、うん、あの、普通に相性いいしね、まあ、威力はもちろん半減して下がるけど、ね、評価も出てるからね、うん、はいはいはい。で、まあ、今連れてきてる本当アバロンとかで、現に今これね、艦隊できてますけど、まあ、今のところそんな、むしろ進ん、あの、ナイス、非常にね、うん、スムーズに進んできてると思うし、うん、今後もなんかこれ普通にさ、来そうだね。そうですね、これ強い。普通に。あ、ま、なんかもう、あんま喋れないですもんね。そう、なんか全然しっかりしゃべっちゃう。大丈夫。やばいな、しゃべるあるよ。なんか実際になんかもう、やっぱ強いんですよ。なんかこれは、ね、しかもなんかやっぱりなんかニュースの時よりもすげえ強い実感があるかも、うん、ありますね、使ってくるとさらに。こっちは期待通りっていうか期待超えましたよね、うん、評価とかね。これもちょっと出して、これやばそう。え、これレーザー入ってないですからね。レーザー入りますからね。やばいとおかしいですね。言いたいことはね、ちょっとピロさんが全部言ってくれた。東京は、うん、評価がやっぱ結構やってるわ、うん、これまでやっぱ割とさ、重心からつくのって全敵メトロが多かったけど、うん、調教一本やっぱいいなってすごい思う。今までのウンディーネ、今までのウンディーネは全く違うウンディーネですね、これは。ただロキと違ういいとこがあるのがいいですね、これ本当に。そうだよね、うん、爆発は爆発でまあ良かったけど、こっちは超良かったけど、正直さ、そっちの爆発の方が良かったかなって思ったまであるんですよ。あ、なるほどね、まあ確かにね。でも、いや、そんなことなかった。メインね。てか強い。メイン級持ってっからな。もうちょっともう出していきたい。弱いですよね。まあでも、アバロンは極端にウンディネが適正だからってもあるかもしれないですけど。うん。でも、実際アバロンも、そうか、こんなに雑魚処理楽になるか。結構今使ってみて驚いてるけど、そこも。またグネビアとかとは違ったなんか、そうですね、強さで本当強いな、これ。はい、というわけでね、まあ今これね、アバロンで早速使ってきてますけど、
際持ってる人はね、もうすでにね、使って結構本当期待通りに強かったって思ってるんじゃないかな。ちょっとステータスもだってゲージショットで一応2万4000いくからね。まあ普通だけど、おで HP も2万2000あってスピードもね300あるし、これでもう動かないからね、アンチウィンドウで。どうなんだみたいな感じとかある？そこが、いやでもこれ強いな本当に。まあでもロキの時もそうだったもんな、結局そうこんな感じだったもんな。ちょっとね、電池消さないですぐそこまで持ってきます。え、しかも、そうか睡眠、あれだったんでしょ、メテオでですね、睡眠ついてた。これマジあれいらん、もうなんかじゃあそうか、これグネオ X メテオいらないじゃん、うん、メテオっていうか、なんか最終ゲージっすよね、うん、問題は確かにちょっと怖い。こういうの下当たりに行ったら上がだってちょっと、先にやったのがいい。はい、いやでもこれはまだね、自分アバロン運極になってないから楽しみがより増えないっす。楽しみ増えたね、これ回るの。上だけ止まらせた。そうだね、ちょっとやる。こうでも結構今何も考えてないよ、ほんと自分結構何も考えてなくてやってるけどこれ強いね。あのキロキの時もそうだったんですけど、こっからなんですよね、うん、現状ある簡単なクエストをほんと考えずに先行って楽にしてくれるのが強い、うん、こっから本当に強いクエスト、まあ、現状今アマロンで最強だから、うん、もうこうなってるこれ十分なんですけど、こっからどんくらいハマるかそうね、このクエストだからロキもどん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 高難易度では使えないじゃないですか、うん、なんか常設クエストとかなんかの限定の周回のあらにはなんか入ってくるけど、跳爆でねこれからのが来るっていう可能性はちょっと確かにね、運営さんがウンギーニを止める気がないか止める気があるかって変わってくると思うんです、うん、だからモーツァルト側に行くか、うん、モーツァルトはもう止める気なかったじゃないですか、うん、モーツァルト側に行くかモーツァルト側に行かないかでだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いますけど、確かにね、まあでもなんかモーツァルト感じになるんじゃないかな、なんとなくだけど。でもこれ野間くんも生えそうだな、強いんか、うん、火ってリゾルトないんじゃないですか、いやあるけどこれだったら調教あの評価結構いい仕事しそうだし、あそっか評価なんだ、ザコスキがやばいっすよね、うん、あと水のあの三日坊主のところとかもこことかもね結構いいと思う、この人やばいわ。あてか SS そうだ使いましょう、あ SS 使うの焦った、確かに反撃入ってないやったらレーザーだけで頑張ってる、これ下のやつに打ってんじゃない、下のやつに打ってますもんね、でも次上レーザーだから反撃できますよ。さあちょっと、まあ、今ちょっとそうバップしてた、うん、いや反撃やっぱこれまでさ、なんかワンウェイだけでもではやっぱり威力ちょっとやっぱ反撃だなって思ってたけど、境界も落ちるからね、あれです爆弾してるな、あれだ、あれか、属性バリアアップしてるか、反撃しよう、これ反撃でもうアップでしょ、いやこれ強えわ、いやこれいいわ、うん、強いっすわ現状、特になんかそうだね、うん、おっあざっす、なんか今とかアバロン来てんのか、いやでもこれアバロングネ以上に楽になったんじゃないかな、うん
グネ城とかなんか組み合わせてこいつ砲台2本とかこいつ2体編成のグネとか入れたらもう勝ちっすね。あとうまく入れたら全然いいじゃん、うん、これはじゃあちょっと改めてステータス見ていこうかな。ひどいぬるげを見た。はいで、はい、今回ねもうステータス画面の方で、うん、多数値もね分かるようになったんですけど、うん、まあ HP22000 攻撃力2万86、はい、スピード299とでアンチウィンドアンチワークのまあまあ覚え方過激ついてますそれ。ついてない僕のついてないで、あ、こいつ見ればいいのかで、まあ12ターンか、そうそうそうで、プラスアッターで、まあこれ僕のはあれがちょっとついてるけど威力上がってるんですけど、まあ、ウェレダ3万4000の超強化が27番、そう、うん、2万4000ぐらいなのか。じゃあ過激もありなのか。過激あったら普通に2万8000ぐらいも漏れるんですね。いいね、うん、普通にランダムだってそこでするわけだし、そしたらやばいね、これまあ、遊撃は必須っすね。遊撃ね、うん、そう、ついたらいいよ。うん、なんかそうっすね、これは、まあ、さっき言った通りだな、ね、ちょっと伸ばしてきたねって感じっすね、うん、だから、あと誰がその、ノンの役になるかっすよね。これ多分ロキポジじゃないですか。ロキポジ、ロキの新たな、確かに別枠のロキみたいな、ね、で、テキーラがツインのバーティカルじゃないですか、うん、多分、ツインワンウェイ3万4000も出てきますよね。出てくるだろう、ね、それ誰になるのかなっていうのもね、すごい不思議がってるんですよ。まあ出ないっていう、ね、あれも線も考えられるんですけど、うん、その辺確かにさ、結構限定クラスになっちゃうね。限定クラスになっちゃうね。だって言ったらどんどん運でいいね、これも限定クラスだからねこの友情の組み合わせは本当、うん、でもロキぐらい捨て下げてもよかったと思うけどね本当に捨てはもうね、そうだよね、うん、文句ないよね。なんでこんぐらいこの追い方についてんだったら、うん、どうしたの本当にこれがあれか、俗にインフレってやつか。で、ロキちょっとロキ見てみる。188ですからね、1200低い。まあ、いいっちゃいいけど、あ、でも変わんないか、結局ロキも同じぐらいか。なんかすごい火力がないってイメージあるじゃないですか、ロキ、うん、直殴りが弱いってイメージあるじゃないですか。あ、でも、いや、そうだ、やっぱ、うん、HP 低いもん。そう、188じゃ、まあこれそうだけど、ね、HP は同じじゃないですか。同じぐらいね、もうちょっと、うん、でも HP とスピードはほぼ変わんないね。うん、うん、あ、じゃあこれぐらいになるんですかね。まあ、もともとロキも高いですからね、その高いし攻撃の中では、うん、クリティカルでも結構こいつ出てるから、うん、これで確かにユークリとかだったらやばかったよ。いや、ユークリよかったあの、ウンディーの方でですね。これはちょっと久しぶりにちょっと言葉が詰まるもん、なんとも言えない。久しぶりなんか、うん、確かにな、結構弱いわけないじゃないですか、うん、もうなんかモーツァルト以来のなんかあれがね、うん、友情も強いし使ってても楽しいし、うん、これちょっとあれやな、うん、アバロンがアバロンじゃなくなっちゃいましたね、うん、これはかどるな、うん、まあなんでね、うん、さ多分ほとんどアバロンの時に翔さん言ってたけど、うん、やっぱ、まあ、今後の高難易度どれぐらいもらえるか、今後実装される高難易度によって、うん、まあ現状すでにむっちゃ使えるけど、うん、いや究極とかではもう無双よ、もうやばいよね、うん、無双ほんと入れとけばいいやぐらいになる気がします。これキララとか並々なんじゃないですか。キララね、あの辺でもレーザーバレーあったかもしれんけど、ないか、あ、山竹行けなかったイメージがあるからあったかもしれんけど、まだとりあえずい、大体のワープね、うん、食ってレーザーバリア次第にはなるかもしれないけど、はい、いけるとこ多いし、あとまあロキと違うところはその属性ですよね。木属性ついていけない、うん、まあ、闇に確かにロキいけるとなるけど、属性不利はちょっとあるかもしれないけど、すごい上手なとこですよね、うん、ロキを超えたとも言えないし、なんか同じラインにまでやってきたみたいな、かぶせてはないよね。かぶせてないですね。だってあっちはそう地雷もやっぱあるし、これで爆発だったらまた、あ、なんで変わんねえじゃんみたいな感じだったけど、うん、これ強化やっぱインパクト強いわ、うん、てか反撃が強い、反撃が反撃も評価、うん、そこも降ってくると、ね、うん、ちゃんと、うん、あ、これこそ反撃だってなるの。やっぱこれまで反撃やっぱさ、と普通に弱い SS 感じあったけど、うん、まあでもこれはまあアラジンとかは強かったけど、これも十分強い部類に入ってくる、はい、なんで今回は特に、うん、何も言うことないです。期待通りだし期待値ちゃんと超えてきたし、うん、強すぎてテンション上がんないもんね、なんか目の前でちゃんと喋ん、今日喋んないなみたいな。ピロさんがなんかめっちゃテンション高い、まあ、確かに自分を使って、はい、今日遊撃エール出てちょっとテンションが上がっちゃったから、
これはエルアギャリスですね。僕も M ちょっとエルにあげようかなと思ってるんですけど、エルは硬いかな。はい、なんでね、はい、ここでも使えた、そこでも使えた、これ、はい、ぜひコメント欄教えてください。お願いします。まあでも本当ね、ウンディーネが強くなってね、あともう一体もなんかなるでしょみたいな人はね、はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。ツイッターもやってらしいね、サブチャンネルもやってます。はい、ゲームズ SNS もやってますね、登録お願いします。お願いします。じゃ今回もゲームズRPGラジオ1からお送りしました。はい、ナンディーネでした。チューでした。ご視聴ありがとうございます。